フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスは、ドイツの政治家。キリスト教社会同盟党首、バイエルン州首相を長く務め、西ドイツ保守政治家のオスとして君臨した。ヨーロッパのストロング、マンとあだ名された。同じく CS の政治家で、欧州議会議員のモニカ・ホールマイヤーは、次娘である。1915年9月6日、ミュンヘンの肉屋の次男として生まれる。出生時の名前は、フランツ・シュトラウス。教師の勧めもあり小学4年生を終えギムナジウムに進む。ギムナジウムでは優秀で、クラスで一番の成績を収めた。大学入学資格試験も体育を除き全部優の成績であった。1935年にミュンヘン大学に入学し、ギリシャ語、ラテン語、歴史学、ドイツ文学、経済学などを学ぶ。大学在学中には国家社会主義ドイツ学生同盟として配属された。終戦時の最終階級は国防軍中尉。終戦直後にフランツ・ヨーゼフ・シュトラウスに改名する。1957年にマリアンネ・ツビックナーブルと結婚し、二人の間にはマックス・ヨーゼフ、フランツ・ゲオルク、及び後年バイエルン州議会議員や同州閣僚を務めたモニカが生まれた。戦後、アメリカ軍占領下のミュンヘンで政治活動を開始する。ショーンガウ郡の副郡長となり、バイエルン州における保守政党の設立に奔走し、キリスト教社会同盟を結成する。1949年ドイツ連邦共和国が発足し、第1回連邦議会選挙に立候補し当選する。以後、当選回数11回。当選後は CS の幹事長となり、姉妹政党であるキリスト教民主同盟 CS の共同議員団で団長代理に就任した。1952年2月に76歳のコンラート・アデナウアー首相が連邦議会で答弁中に倒れた際、シュトラウスは演壇に突進し、アデナウアーを抱きかかえ横っ面を3、4回強くひっぱたいた。これでアデナウアーは意識を取り戻し、守衛によって担架に乗せられ、病院に向かい、大事に至ることはなかった。この際のシュトラウスの毅然とした態度と行動力に、アデナウアーをはじめとする全議員が強烈な印象を抱いた。1953年の第2次、アデナウアー内閣で無任初大臣として入閣する。1955年に原子力担当相。1956年に国防相に就任し、新設されたドイツ連邦軍の増強にあたる。1961年には CS 議長に選出される。順風満帆な政治生活を送っていたシュトラウスに砂鉄となったのはシュピーゲル事件と呼ばれるスキャンダルであった。ドイツの週刊誌デア・シュピーゲルがドイツ連邦軍の州機陸軍演習を批判したことに対してシュトラウスは立腹紙記事を執筆したコンラート・アーラース記者とルドルフ・アウクシュタイン社長を拘束させた。この暴挙に対して、すぐに世論の豪々たる非難が巻き起こった。シュトラウスは連邦議会で虚偽報告を非難された後、ナチス党大会に出演する勇気があったユダヤ人のように扱われたと不平を口にしたが、1962年10月には国防相辞任を余儀なくされた。この時、アデナウアー内閣の連立与党であった。自由民主党に所属する5人の閣僚がシュトラウスに抗議して辞任している。党大会でのシュトラウスとコール国防相辞任後、2年間、インスブルック大学で財政学を学ぶ。1966年、クルト・ゲオルク・キージンガーが、セティとドイツ社会民主党の大連立政権の樹立に成功すると、シュトラウスは財務大臣として入閣した。シュトラウスは、スピードのカール・シラー経済相と共に景気対策に辣腕を振るった。シュトラウスとシラーは風刺漫画のモデルにもなり、19世紀ドイツの風刺漫画家ヴィルヘルム・ブッシュの作品プリッシュンとプラムをもじった作品は有名になった。キージンガー内閣はスピードの離反によって3年で終わり、1969年にビリー・ブラントを主犯とするスピード FDP の連立政権が成立すると、シュトラウスは、この連立政権及び、ブラントの東方外交に対する最も声望のある批判者の一人となった。1975年、中華人民共和国を訪問し、毛沢東と会談するが、これは一大センセーションを巻き起こした。1976年にヘルムート・コールがセティ党首としてセティシエスの首相候補となり、連邦議会で敗北すると、シュトラウスはセティとの連携を一時的に解消する。その後、コールとの協議で両党の協力関係を復活させ、1980年総選挙では強力な次戦でコールの承認を取り付けた上で、セディシエスの統一首相候補として立候補するが、スピードのヘルムート・シュミット首相に敗れた。シュトラウスはコールに対しては、そのリーダーシップを批判し続けた。個人的に悪感情を抱いていたわけではなかったが、シュトラウスの言動は、コールにとっては耳の痛いものでもあった。シュトラウスは、その著書、グランドデザインで、将来の欧州統合について述べている。1988年10月1日、レーゲンスブルク東部にあるトゥルンウントタクシス公爵家の狩場に誘われ、自家用飛行機で出かけたその機中で心臓発作を起こした。シュトラウスはこの数日前にユーゴスラビアに自家用機で出かけていたが、この気と心臓を悪くしたと見られていた。10月3日レーゲンスブルクの病院で意識を回復することなく死去した。ありがとうございます。